今駐車しました。めっちゃ駐車しやすいっす。だいぶ楽だわ。一発で行けた。すげえ楽。え、うん、いいと思う。大丈夫だと思う。 OK。 一発です。すごいじゃん。初バック初バック。ちょっとあれ僕たちが言うといらしくなっちゃうかもしれない。旅する勝間岳。トイレ直後行けます。これは 空中なんだって。全然まだ慣れてない。うん、いや、いいっすね。でこれもトイレです。こんな取っ手になるっていう感じ。すごい。切り離しましょう。じゃあでは早速ですね、切り離してレベルを合わせてセッティングしていきたいと思います。なんかいつもの、ね、ヨーロピアンと違うんでドキドキしてます。よし。あれになろう。はい、とりあえずですね、設置が今完了しました。10分ぐらいかな。なんかそこまでびっくりするほど時間はかからなかったなっていうイメージでございました。で今からですね、スライドアウト、電源も繋いだしね、スライドアウトを出して完成でございます。ここを出すとスライドアウトですね。じゃあ出してみましょう。ネジ、あ、ないじゃん、アウトする。はい、出ました。中の方見てみましょう。どうです？パパ、どこでスライドアウトしたの？やっぱり広いです。スライドアウト、ここのボタンです。どこ？ここ。あ、そこ。どう、この広さ。これ、8人家族でも対応できるかな。お姉ちゃん、お姉ちゃん家増えたらでもやばいかな。ちょっとやばいかな。ちょっとやばい。見てて、見てて、収納結構少ない問題。こことか、こことかは、お鍋とかもみんなどこに入れてんのっていう。待って、ないよ。まあ、ここにお鍋じゃない、もう。ここにお鍋問題するしかないんじゃない。パパ、はい、旅する勝間岳。はい、では準備できましたので一旦ですね、煙鉄ストアに行きまして夜の買い出しをしていきたいと思います。キャンプ場に来たんですけどね、キャンプはしません。車内でご飯を食べて温泉に行って車内で過ごすという感じのスタイルで行きたいと思います。やったー、レッツゴー。見てください、皆さん、夕日が綺麗です。最高だね。あっちの海岸とか散歩したかったけど、くるくる回っちゃってるのはね、あれ電気をね作ってるから大丈夫です、回っちゃってでも。車で5分ぐらいのところに煙鉄ストアがあります。これ御殿橋にないんですよね。静岡のご当地ストアです。え、煙鉄じゃないの？煙鉄じゃないです、煙鉄です。煙鉄ってないの？煙鉄ストアです。煙鉄マチャン、行きましょう。マチャン、ちょっとカンカランじゃってるけど。はい、ということで、トレーラーの中に戻ってきました。広いですね、相変わらず。もうただすでにぐちゃぐちゃにはなってきております。まだ整理ができておりませんので、一旦ですね、今からお風呂に行って、その後戻ってきたらご飯を食べたいと思います。今食べちゃうから。今食べてるの、あなた。本当は先走っちゃってますね。じゃあ行きましょう。はい、お風呂です。レッツゴー。ママ、
トレーラーの方に戻ってきました。これからご飯をね食べていきたいと思うんですけれども、電子レンジがねものすごく効かないということだったんで、ちょっと挑戦してみたいと思います。今餃子のパックが入ってるんですけど、とりあえず3分入れて温まるかどうかやりたいと思います。いいよ、大丈夫よ。あ、できたよ。できた。できて、どんぐらい温まったか。暗いんですけど。あ、パパ暗い。さっきよりさっきより5分ですね、合計5分でやっと温まったかなぐらい。ほんと効かないですね。次はフライパン洗います。この水の勢いがすごい。音はすごいけどね、熱っ。混合線つけた方がいいからぐらいかもしれない。これ熱っ。これ混合線の方がいいわ。これまさくんちこのキッチンぐらいの広さでずっと生活してたのすごいね。まあ、こんなでっかいフライパン使わないのかもしれないけど、ショノシングが料理してくれてます。ニーチは泣いてます。怒ってます。ニーチ怒ってます。スペースはあるんだけど、ママ的にちょっとキッチンの収納が小さすぎて、ちょっと少なくて、確かにホビーに比べたら入れるところがないんだよね。置くっていうのもどこに今度入れるんだろうっていう、まあ、ちょっといろいろ工夫しながらだね、考えて、聞こうと思って。そうだね。じゃあ飲みましょう。ママ飲みたいですね。こちらビールアゲインブリューイング、僕たちが作りましたビールでございます。全然売れてないので買ってください。概要欄からぜひ。原里さんセット、またね次3月、これ今2月なんで、3月頭か、また2月の中旬にもですね新しいのできますので。3月の中旬、3月の中旬か。紙コップはこれです。原里さんセットって原里小学校。そう、パパも原里小学校だ。そう、原里っていうのが僕とケンちゃんと今子供たちがね行ってる小学校の地域のところを原里と言います。どうぞ。これ UFO 入れますよ。うまい。もう待って、まだ中開けてないから出るわ。じゃあすいません、紙コップですけど乾杯。いただきます。ニューフルーティーね。うん、あ、これ食べたい。美味しい美味しい。はい、ニッチ今2段3段ベッドかの一番下ですね。ここも電気がついてて最高です。温泉ではギャーギャー泣きすぎて1分しか入れませんでした。ニッチくん、はい、ではこっちはねご飯完成しております。広いね本当に。 EV 出ました。イエイ。結構チャーハンもやったり、チャーハンしかやってないか。パパこれあとお鍋とかやったりしてますけど、結構これヨーロピアンでやったらね大変だと思うんですけど、やっぱりアメリカンスペースのある敷地も広いのでサクッとねこういう感じでできます。ただちょ難点はテーブルが狭いっていうね。これはもう一個この辺になんかないと全員無理だね。これそうですね。これはちょっと改良の余地ありですね。折りたたみのなんかテーブルと椅子を欲しいですね。絵的にはこんな感じになるけど、もう5人でいっぱいいっぱいだね。いただきます。いただきます。なんでアメリカででも大体リビングが狭いんだよね。ね、なんでだってさ、体が大きい人がいっぱいいるのにさ、なんでこんな狭いんだろう。中で食べないのかな。基本的に外で食べるみたいな。外で食べるって感じなのかな。これはどうですか。でも本当に手に入っちゃったら、え、これ札幌一番、やっぱりスライドアウトするとすごい広い。え、うん、温まりもすごく温かい。すごい温かかった。ちょっと温度下げようかなっていうぐらいの、うん、あれ、ニッチが来ました。ニッチが来ました。もう横来のおじさん、それ話さないんだよね。ニッチ、あれどこ行くの。話したら泣くよ。これを持って移動していく。ちなみにリビングからの見た目はこういう感じですよね。めっちゃ広い。あの考えてみて、あのホビーの時のリビングのことを。鼻水出ちゃってるよね。もうこれちょっとでもホビーにさ、どんな感じ迎えてください。どういう感じそれ。あ、広くてね。いや最初
ボビーも、はい、そんなだったんだよね。そう、広いなって思ってた。すごいって言ってたのがどんどんなんか人数も増えて、まあ、人数が増えたってことが一番でかいね。子供たちの成長も感じられ、うん、こう行くたびにスッっていうね。リビングは確かに広いけどね、これはやっちゃうとやばいね。この広さを体験しちゃうと。ボビーよりそっちの方がでかい。はるかにでかいね。あれ、ニッチなんか盗んだ今。やばい、キュウリ。やば。伝説のキュウリ。伝説のキュウリいっちゃった。あとキャンプ場の金額とか全然言ってなかったっすね。お風呂も素敵だったね。ね、お風呂も360円、子供150円。しかも小学生。小学生からだけですね。なんで1000円もいかないで入れちゃったと。最高でございます。キャンプ場も6000円いってません。5800円とか880円、そんぐらいです。最高です。竜王公園大人気です。ここでも土曜日は予約取れません。今回使ってみていろいろどうです？やっぱりホビーと違ったところがあったりとかしたけど、それたくさんだよね。広い、果てしなく広いということがね。広かった、いいですね。すごい広かったです。あと細かいことだとガスのなんかカチカチカチとかつけたりしなくても冷蔵庫も勝手にオートでつくし、そう、助かる。 FF ヒーターもオートで勝手につくしみたいなのがね、本当に引き換えてとか、そうだ、ね、忘れてたとかっていうの、そういうのもない。大変だったから、うん、めちゃくちゃありがたい。ありがたいです。合理的、ね、うん、水道ポンプとかすごいうるさいけどそっかーとかって。あと雨ちょっと降ってきたんだけどここ全然静か。スライドアウトとかはね、バタバタバタってくるけど、ヨーロピアンはもうすぐバタ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 ってすごい、どんな雨来たんだって思って開けてみるとめっちゃ小雨やんみたいなことあるけど、すごい静かです。本当にびっくりしました。あと温まりがすごいね、うん、こんなにすぐ温まるんだって。そう、やんだよ今はね。なんかこういつも雑然として、本当雑然としてるんですけどそれがカモフラージュできる。雑然としてる感じがしないっていう、すごい雑然としてるんですよもうそれが良かったなということで、明日はこれからね、帰るんでビーアゲンビレッジですね、入れるのか入れないのかみたいな、あと連結がちゃんとできるかっていう。まあそうだね、明日、まあ、その辺はもうちょっと大丈夫、キャンピングトレーラー YouTuber なんで任せちゃってくださ い、やらせてもらって。そう、ピンよく忘れる。そう、ソーボード今ピン全部付け直したから不安になってきちゃってね。ピンの数が半端ないんでということで、明日に行きたいと思います。じゃあね、あ、じゃあ、レッツゴーで行く。はい、いいよ、私はこっちやろ。わかります、じゃあ、こっちやります。行きます、レッツゴー。旅する勝又家、ここの近辺のご近所の方が来てくださいました。けんちゃんとまきさんです。そして、ふるさん夫婦。はい、ありがとうございます。ふるさん夫婦、ふるさん夫婦です。来てくれました、お祝いに。本当にありがとうございます。ということで、次の日になります。さっきやったんだよね。もう一回次の日になります。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。乾杯。旅する勝又家のサブチャンネル、クラフトビール職人ビールアゲインブリューイングが始まりましたので、ぜひ概要欄からチャンネル登録よろしくお願いいたします。またキャンプ場ビーアゲインビレッジもやっておりますので、概要欄からぜひ見てください。それではじゃあね、バイバーイ、ありがとうございました。